2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵矢上隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に矢上はモグラと名をつけた。神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。こないだの組以外にあと2人、全員教令会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。でもあいつはそのことをまんまと隠しきったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は教令会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。マシバはどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。大丈夫、俺らならやれるよ。その自信はどっから来るんだ。モグラを追う鍵は羽村の頭が握ってる。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。まあ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。なるほどな、分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。警察の情報を流してくれるんだろ。俺らにはモグラの捜査資料がいる。分かった、聞いてみる。よろしく。
ばらく寝とけって。もしもし。あ、おい待て、そこ止まれ。いや俺は上等だよ。期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと
何がサンキューだこの野郎それじゃ。なあ、いい加減にしろよ。あの、うん、八神です。
おい、八神さん、あの、八神さん、八神さん、でかい顔して歩いてんじゃねえよ。ったく、時間食っちゃったよ。やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に、金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流、カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。あの八神さん、ん、実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ、どんな仕事。今来ているのはこちらの案件です。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった、いつも助かるよ沙織さん。よう、お前まだ何か探ってんのか、この間の事件。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっちゅうか、あれはもう終わったろ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろ。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやりとりは。新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。
さあどうぞ服部さん、狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。いい加減にしろよ。なんだ？かかってこい。ったく、時間食っちゃったよ。あの、はい、
お。
キムさん、ヤガミさん、どうしたのそんなに慌てて。待てがる！来た。すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか、笠井さん。あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？ふん、宝は持ち去れって強盗か。まあ、あんたの場合あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ、ガイアは引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の笠井玄太様に喧嘩を売るった社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。畜生、優等生野郎が。
とっとと失せるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。おとといきやがれ。バーカ、そりゃ追い返す時のセリフだ。うるせえくそが。キムさん大丈夫？ヤガミさん、ありがとうございます。でもあいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです。ああ、それもそうか。八神さん、すみません。私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました。京浜同盟とか言ってたが何者なの？最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつらすごくたくさんいて、ヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。はい、みんなあいつらには困ってます。この店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました。それをキムさんがかばってやったわけだ。店長として当然のことです。八神さん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます。まあ一応気をつけるよ。私ここにいますから、困ったことがあったら言ってください。
ん？お願いします。もしもし、カイトだ。これから綾部と会えるぞ。モグラの資料を流してくれる。さすがカイトさん。カムロ町の屋内でやってる釣り堀屋知ってるか？恋女房って店。屋内の釣り堀？そんなのあったか？俺も知らなかったけど、あるんだとよ。場所は七福通りだ。先に行ってる。お前も向かってくれ。どうぞ、いらっしゃい。よ、こっちだ、ターボ。綾部に話したら、お前をここへ呼べって言われてよ。ただ、俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど。綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな？まあな。ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。竿を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、他を当たりや。
俺らがデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだ、こら。やっぱやつを知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚ねえ真似しやがって。いや、綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。てめえらよ。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。もういいよ、二人とも合格だ。合格。綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな、口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらは。みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたは海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあ、で綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノラマンだ。ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってからかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。難しいな。これでよし。釣り堀の真下にこんなとこが。ああ。よし。そんじゃまあ、軍資金もあることだしよ。少し遊ばせてもらうか。ベッドをお願いします。では始めましょう。
タンド。やられたな。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。やられたな。どうされますか。ダーボー、お楽しみは一旦お預けだ。綾部がいたぞ、ついてこい。どうも、カイトーさん。それと、あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署、組対の綾部だ。よろしく。どうだ、ここのカジノは。気に入ったか。なんだそりゃ。あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。凶霊界のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。であんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。初回サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。分かった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ。黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ。完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか。おまけに男前なんだぜ。やだね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとくよ。ああもう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい。空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする。こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。
ったく時間食っちゃったよ。細か逃げんな、オラ！もしかして今の奴らこれ狙ってたりして。やってるな、ターボ。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の価値。え、まだいけそうだったんだけどな。キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ？それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか？いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただ
モグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。そいつが国村か。ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる。人妻系ヘルス、相手した女の子はかなえちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたかちょっとだけ救われるな。これからかなえちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか、こんばんワイフ。真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに言ってくれて。いらっしゃいませ。ご指名ありますか。ん、ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん当店は初めて。じゃあ先にコース決めましょうか。コース、それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。65分コース。いや、嬉しいな。お客さん初めてのご来店でそこまでやる気見せられちゃ、こっちもサービス頑張んなきゃ。もうね、指名料は私思っちゃいますよ。お、そっか。あとこれは感謝の気持ち。ずいぶんサービスいいな。ご指名はどうしましょう。今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。かなえちゃん。かなえちゃんですね。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。ああ、かなえちゃんで。かしこまりました。それじゃあオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？そりゃもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ目隠しプレイが NG でして。目隠し？彼女はその目を隠すとかちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず、お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。
どうぞ。ハムラの。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。え。なんてな。凶霊界の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね。目出し帽の4人組に。え、なんだそりゃ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。うっ、どう。カナエちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。おやさんか。おう、どうした。なんか調子悪いのか。おやさんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。しばらく寝とけっての。
い加減にしろよ。いらっしゃいませ。ん？はい。ありがとうございました。座れよ。はあ、いきなりだがよ、タボ。結論から言うぞ。ん？お前がハムラと何か揉めたとしても、俺がしてやれることは何もねえ。なんだよ、おやっさん。ちょっと待ってくれ。話も聞いてくれないのか。話聞いたって時間の無駄だからな。羽村は組の稼ぎ頭でよ、今の俺はその小遣いで細々やってる。ただの飾りだ。え？うちの組のもんは確かに俺の言うことはよく聞く。だがそれが羽村の指示と勝ち合った時にはどうだろうな。多分俺の言葉は聞かなかったことにされちまう。どうしたんだおやさん、いつからそんな。昔お前を面倒見てた頃が俺は一番花だったよ。おやさん、それでも怪盗がいりゃここまで羽村が力持つことはなかった。まだ話の途中だ。いや、今終わった。羽村の頭から八神さんに伝言です。ここを出たらすぐにおいでいただきたいと。場所は中道通りの喫茶アルプス。もう一度話がしたいとのことで。そうか、気が向いたら行くよ。あまりうちの頭を怒らせんなよ。てめえも目えぐられんぞ。
しばらく寝とけっての。もしもし。
しばらく寝とけ。もしもし。かかってこい。かかってきたよ。おら、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。
ありがとうございました。ありがとうございました。八神です。いらっしゃいませ。空いている席どうぞ。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがる。俺はただ頭とこじれた件おやすさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろ。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。尾崎。
なんてな。てめえ何やってんだ。俺一遍死ぬか。もう構わねえ、ぶっ殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。しっかり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。逃げるよ。ついてきて。何やってんだ。捕まえろ。あっちだ。逃げろ。しつこいね。も
よ早く。しゃあ。しゃあ。おっとだ。危ない。悪い、ちょっと借りる。ああ、おお。その前にお礼はないの？お前は昼に俺のスマホを。でも返したじゃん。なんで取った？なんで返した？あの時はしつこい警官に追われててさ、そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画？うん、まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。であんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ、お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた？そりゃあ、あれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ、でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな、助かったよ。なら
これでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ？そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事？冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に強霊会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。八神さん、お前、俺の名前を。